ご飯を食べるぞ。久しぶりの鴨サラダ、イエーイ。そんな久しぶりでもないか。 YouTube 的にね。いただきます。その前に振らして。よいしょ。いただきます。これさ、家でさ育てたセージをさドライにしたのね。ドライにしたというか机に置いてただけなんだけど、でさっきさ燃やしたわけ、セージを。そしたら半分しか燃えてないんだけど、すげえ匂いが良くてびっくりしたの。ちょっと暗っ暗ってなるぐらいいい匂いして、これセージよねっていうぐらいびっくりな。ドライなのにすごいフレッシュな匂いがしてさ、やっぱこう何、死にたてじゃん普通にさ売ってるやつとかってさ、こうあのもう時間経ってるからね。うん、おいしい。ケール、カモ、チーズとドライチジクと洋梨、ひまわりの種みたいな。私ケールそんな好きじゃないけど、ここのケールのサラダに唯一食べられる。サイ&コ、
ちじくがスーパーに並んでたんだけど、もうそんな時期。早くない？でもまだオーガニックのやつが並んでなかったからまだだね。うん、なんか飛んでたね今。垂れた。バーって。ちょっと見返してみて。うん。反射してんのね光が。ここは窓だ。こっちがね、窓なの。光が反射してんのね。私はさ生の野菜とか果物好きじゃん。で旦那さんはさ糖質制限してんのよね。だからもうなんか、もう豆腐が主食みたいな。ヨーグルトもラクトースフリーの糖質ゼロみたいな、なんか特殊な1個のメーカーのやつしか食べませんみたいな。まあお肉は食べるけど玉ねぎみたいな。玉ねぎも糖質あるからさ、あんた玉ねぎ食べんって言い始めたら何も作れんよみたいな。なんかまあ芋系もダメじゃん、全滅。何食べんのって。でさ子供たちはさ、それぞれさ、違うのよ、味付けが。なんかパスタでも片やが、なんか違う味の、味がいいとか、片やトマトソースがいいとかさ、一緒にしてもらっていい？みたいな。だからもう、家族みんな一人一人違うのね、食事の好みが。みたいな。私は何種類の人間のためにご飯を作らなきゃいけないんでしょうかみたいな。もう嘘はし。なんかもう、めんどくさいからさ、オーブンでさ、はい、子供が食べれるやつ。はい、私。はい、旦那とかさ。で、
なんかガスガスのところにはもうそれぞれさ、なんかパスタ湯がきながらなんか野菜炒め作って、ほいでなんか汁物みたいな、なんか何ここん厨房みたいな、みんなね、バラバラなのよ。かといえさ、好みがあるの、まあ好みとかさ、スタイルとかさあるのにさ、強制してさ、みんな同じの食べなさいなんて言えないわけよ。私は好きなもの食べたいからね。誰だって好きなもの食べたいもん。っていうことで、みんなそれぞれ、うん、食べたい系統のものを、うん、味付けとか食べるっていうね。うちはもう甘やかしてるから、大人も子供も、うん、自由、うん、ほんと自由、うん、うん、まあ危ないとか体に悪いとか迷惑かけるとか、その辺以外はマジ自由、ルールなし、好きにしたらみたいな。でももうさ、もう赤ちゃんじゃないから、もう私より優秀なんではって思うね。賢いね、ほんと、もう体が小さいだけで。子供の方が大人ですわ。助かっちゃって、助かっちゃって。お腹いっぱいになってきちゃったな。なんか春ってイメチェンしたくなるよね。暖かくなってくるからね。髪切ろうかなって。なんかさ、ここが短いわけよね。
前借り上げてたところは、まあ、そこに全体的にそろそろ合わせてもいいかなと思ってるけど、ここも何も必要ないからね。整ってないっていう。ロングだったらね、整うも何もどうにでもなんだけど。中途半端だからさ、整えないと整わないっていう、私は一番苦手とする分野。目標、整えなくても整うっていうやつ、それ目標、人生の紙とかじゃなくて、焼けたよね、だし。庭で日向ぼっこよくしてるから庭焼きですよ、これ。こっちの方が黒いんだよね。でさ、日焼けたらさ、こう余計シワシワになるじゃん。え？そしたらさ、この間子供に言われちゃったよ。おばあちゃんみたいじゃんって。え？なんだっけ？グランマの手って言われちゃったよ。確かにもうグランマすぎる。なんか鳥みたいじゃない？ほら鳥柄鳥柄怖っ、きしょ、恐竜みたい。恐竜。ちょっと全部食べないめよ、胃もたれになっちゃう。ごちそうさまでした。ということで、またね。バイビー。